これは少し内気な普通の少女、長戸ゆきの物語。原作谷川流る、原作イラスト伊藤ノイジ、漫画ぷよ、ヤングエース連載、長戸ゆきちゃんの消失、長戸ゆきが改変した世界、そこで営まれるごく普通の日常、そのすべてが長戸ゆきを中心に展開されていく。長戸ゆきは自分の秘めた思いを告げられるのか。鈴宮春日シリーズのスピンオフ作品が数年の時を経てついにテレビアニメ化。